どうも皆さんこんばんは。新澤俊彦です。鈴木翼です。やった。始まった。はい。二人のラインライブ始まりました。始めました。よかった。どうも。歌遊び新プロジェクトっていう番組名で、えっと十回やってきました。早いですね。それで初めて今タイトルいった。やっと十回目で僕やっとタイトル覚えた。 ね、そういうタイトルだったんだよね。そうでし歌遊び新プロジェクト。だからスタート遊びの新しいプロジェクトを僕たちはここで始めたわけですね。キングのラインライブですよ。でなんと今回10回目。で10回目でですね。えっとシーズン1の最終回になります。シーズン1の最終回でどういうことでしょう。今日今日。されたの。そうでこのね、やっぱ第一シリーズ第一シリーズがこう終わ今日で終わる。 ね、もうこれが終わりなわけじゃなくてですね第一シリーズが終わりということでございます。そ,それで今日はなんとほら、はい、いつもだったらこうピアノがあるわけ。 ピアノが売られちゃったわけじゃない。やめて。売られちゃったっていう意味で。あの免許されて最終回ってわけじゃないんです。今日理由があるんですね。今日なんとごソファーなんですよ。やんだ。こうつくんとこうデートみたいな感じで。あの今日はですね、哲子の部屋みたいな感じでお送りしたいなって。生放送でね。本日は遊び歌作家の鈴木翼さんをお呼びしています。たくさんお願いいたします。とっても楽しい話していただこうかなって思って。 あ強い,みたいな,感じなんよね今日はですねすすあのこのスタジオでも、ね、あの初めて、うん、あのピアノから解放されてっていうかピアノから解放されててあれですかでいつもほらピアノがあってあのまあ動きに制限とか,かねそうですね今日はだからこう結構話しがいな感じですね話しがいな感じをやりながら話しがいの感じやだなで、ねこの10回を はい、10回っていうのが、うん、なかなか試行錯誤を繰り返しながらの充実した10回でした。この「LINELIVE!」の素晴らしいところは、はいえーっとですね、皆さん見てる人たちがどんどんコメントをしてくれて<お>それにこう反応しながらあほらペアシートみたいペア,ペアシートだよ。皆さんのコメントとかを 読みながらっていうか、うん。 こうなんてのこのキャッチボールができたキャッチボールしながらキャッチボールじゃないかコールとレスポンスわかんないじゃみんなで作っていくっていうことを僕たちあ違うか似て違う似て違う違う違うでなんかそういう風にしてこう生の番組でラインでやってるっていうことがです僕たちとても新鮮だったんですねでその方法を使いながら遊び歌を作ったりそれからどんな歌を作ったらいいかなってことを提案してみたりで歌詞の途中 中のところを、みんなで作ってもらったり、だから、僕たちは頑張って、あの、新しい歌を作ったりしながら。この10回を過ごしてまいりました。っ毎回新曲作ってましたもんね。そうなんです。そして、とうとう。えっと、今日、その、みんなで。頑張って作った、卒園の歌の。 レコーディングがあったんです。やりました。レコーディングしましたね、新田さんこ。このラインライブから生まれた二曲目ですよ。すごい。ハートでタッチ。ハー,ッチハートでタッチすごく早い段階でレコーディングされて、まさくんは講習会でもすごくいっぱいやってくれて。めっち,ちゃやってますよ。新田さんどうですか。 全然やってない。全然やってない。だどうやってない。えどうやっていかわかんないんだもん。だからこう翼くんの夏ね夏やってんの見見て。で見た感激しました。感激して。それでねすごいジャンプしてた翼くん。これでいつも終わると自分的に見すぎじゃないですか。全体として見てください。ジャンプするのがあるじゃない。でもジャンそうジャンプあれだ人生かけてるぐらい。あねだ僕は。 人生かかけらないのジャンプ僕の年齢じゃあのジャンプ無理かなとか思ったりとかして僕はジャンプのところちっちゃくジャンプしてやるかなとか思ったけどでもとてもいい会場が盛り上がって一体感がちょっといいよねフェスみたいになってとても良かったって夏に思って思われたんですよね年かなね来年かな来年ってか年越えたらちょっと考えようかな。 なかなかねあの新作新しいのやるのって勇気いりますよね。だってもうしんまあいりますいります勇気。でもあれはすごくいい歌ですよ。そういや佐佐くんがこんな時期やってるから超楽しいですよハートで立ち。だから僕はちょっと時期を時期をずらしてやろうかなと思いました。僕のバージョンっていうかちょっとちょっと考えて。新座さんコメントコメントでほら出てますよ。 シンザさんのジャンプも見たい。ジャンプ、ああまり見ない方がいいかもしれない。来年ジャンプするのってね、ちょっとじゃあ鍛えてからね。鍛えて。そう脚力いやいやもう十分脚力ありますそうか鍛えてる感じ。それでハートレタッチは僕結構早々とレコーディングになったから素晴らしいって思って、それからジャンちゃんレコーディングするかなと思いきやそういうチャンスはなかなかなくね。それ簡単なもんじゃないですよね。キングレコードのえっと卒園の歌 のオムニバス版の CD 出しますよとそれで今まであってるな CD の今までの音源とかも入れたこうベスト版みたいな卒園ソング集を出し,出しますよとその中に「新曲で入れませんか?」って言ってもらったんですよ。やったそれでね「いい歌ができたら入れるから」って言われてそれでこの l i n e イブから「じゃあ卒園の歌を作りましょう」ということになって。なってそれで,それで この間作って皆さんから言葉をいただいてそこからで新座さんともともとは翼くんのお嬢さんがあにインタビューをしたら卒園の時って、うん、卒園が近くなったらどんな気持ちになるのって言ったら、うんうん、なんかこう 離れちゃったりするのが寂しいみたいなこと言って離れ離れちゃうって言わないですからね離れちゃうってそのなんかこここう交互っていうかあのなかなか大人のまあ僕なんかこう作詞家やってますけど離れちゃうとか書かないからなんていうのかなお別れとかさ再会とかもっと違う表現しますよね離れ離れになってしまうねとか書くけど離れちゃうとかってここんな書かないからあ離れちゃうっていう言葉が逆になんかこう なるほどで「ジキュン」って来たから早かったですよね新作さ詩をバーって書かれるのそうそれでそのことをものか離れちゃうってみたいなことで言い方じゃな言い方だって言て書かせてもらってそれを翼くんに前回の「LINELIVE!」の日にその日にその詩をちょっとこんな感じどうって言って翼くんがその場でちょっとつけたりとかしてでつかついてない部分はみんなで「 募集して,集して、ね、つけてその場で曲その場でつけたのが偉かったよねや,やればできるじゃないか <laughs> やらなきゃできない <laughs> そうなんでもね,かったねでもっそうあの時の僕は翼くんはとても偉かったと思いますいやいやあれはねやっぱね審査さんが言いながらもこう言葉をこうさーってこう 目ので付きやすい言葉を選んでくれて、整えてくれてましたもんね。お互いにこう褒め合ったりとかしちゃってね。こうやって愛うやって挨し合って、挨し合ってね。そうそれででとてもなかなか優雅ができて、でそれであの今日実はもうレコーディングしました。皆さんレコーディングがもう終了したんです。アレンジは後藤さん、後藤孝さんギタリストでもある一体後藤さんどんな顔かなって。 思われるかもしれない実はさっきまでここにいたんですよでも映らないで帰っちゃったけどまたスタジオに戻られましたねだけど実はですね後で姿が見られるんですね小戸一郎さんの姿も見られるそうなんですレコーディングの裏側も見れるというそうなんですどうしたどうしたですか今日はすごく新しいことをいろいろやってましてあののそピアノがないっていうことも理由があるんですよね実は今日は そのレコーディングの風景をカメラが入ってですねちょっとこう取材してくれたんですよで今日はこの生の番組ですけどなんと VTR が流れるそんなことできるんだと思ってテレビ見たそうテレビ見たいテレビですねこれはねそうそれちょっと嬉しいなと思ってそれをやるコーナーが今回あるんですちょっっとと振りり返たかしながらそれで 現在今僕たちは生なんでですよライブでやってだけど先ほど撮った VTR も流すんですで現在の僕たちはワイプっでワイプ,ワイプデビューワイプデビューしたかったんですよあ僕あのワ,イワイプの中に入るってどんな気持ちなんだろうってずっと思ってました <laughs> みんなワイプって知ってるその画面の端っこのとこにこうほら芸人さんとかよくねそうそうんさんとかなって、ね、そうそうそうあの枠枠にねこう入って。 さっきリハビリなそうな人とか、こうつまんな顔が出ちゃったりするんだよね。でもあれって。さっき。ワイプ出た。ほら、生の僕たちにプラスワイプが出た。これ初めてだ。ワイプ。でも、ワイプ。さっきやってみた。らワイプブラザーズです。何。あの、ごめんなさいね、被ってた。話し方がね。さっき、ほら。そうか。これ。打ち合わせでやってみた。ちょっと。ワイプって難しかったですよね。うん、ちょっと。 そうだね。自分たちがやっているやつに絶対僕こう本当だったらこう黙ってこうやって見ちゃって <laughs> なんかつまらなそうにしちゃう,う,ちゃう <laughs> つまらなそうはダメですかでもしくはすごく V を v を見ちゃってそう,見ちゃうんってなっちゃう, <laughs> そうなんだあ。ワイプでさ映りながらちょっとコメントする人とか すごいあれすごい技術だって分かりましたねやってみてでもねどうなのこれ今から V を見てもらうんですよで V 見ても V に出てるのは僕と翼くんですそれでワイプも僕と翼くんですワイプのワイプの子たちもワーワー言ったら僕倍になっちゃうから絶対うるさいよねどうなんだろうだかみんなはどっちみんのワイプね でそれで実はどんなところを録画したかというとですね実は僕詩がちょっと決まってないところがあって。 で、あのみんなで考えたところ、の言葉を、やっぱ最後まで迷ったりとかしていて。えっと、仮にしかつけてなかったのを、今回スタジオに来てから。えっと、翼くんとか、あのディレクターの早野さんとか、みんなと話し合ったりとかしながら。少年、作ってたんですけど、そこのところを地味に取っていてくれました。だから、5分ぐらい地味で、制作風景が流れる。そうなんですよ。だけど、普段見れないから。そうなんだよ。だから、ある意味、マニアックな人。 には面白いって思うんですけど、<laughs> う作詞どう,う作詞してるところとかね。そうみんなでこの死のことを考えたりとかしてるところなので、うん、そうなんだよね。だけど、えー、ワイプであんまりワーワー言うとううてってる、ね、でもなるべくワイプでちょっとこう。 あの説明入れたいとか、アイド入れたいとかはしますので、でそれうるさかったらコメントで、ああうるさいワイプだ、ワイプ黙れとか書いてくれたら、<laughs> ワイプ黙るから。言葉ねいもうちょっと優しくてもいいんじゃないかな。<laughs> いやでも、まあ、んでコメント短くゃっていいから。たか <laughs> ワイプ黙れていいから。<laughs> じゃあいいですか。今からそのえっ、ー、と録録録音してレコーディングの風景、それからレコーディングに至るまでの、はいろ、うん、んな裏側をちょっとお見せします。V スタート。サト。 始ままりしたワイプもちょっと前髪気にしてるみんなが投稿した言葉だけでつないでたんですけどちょっといろいろ不具合があると思って不具合一番はねっていうツコんでツコんでまあちょっと2番は不具合いかな1番はね僕これでいいかな「いろいろブーラン高キノボイのキサイダープールみんなでお散歩でいいと思ってて歌やすいしで、2番のところが「おはようの声ジャングルジム」で 一緒に笑った大事な友達って一回したんです。だけど、もう一回3番っていうか、ーハーフにするから、その時に先生の笑顔っていうのを使おうと思って、先生の笑顔の笑顔を使うと、2番で笑ったって言って、そうかぶるから笑うってこと。それをやめようと思った。だから作詞の方法っていうか、そうなんですよ。 空を見上げて一緒に歌ってねっていうのにしようかなと思ったのな,なぜかというとここで大事な友達って友達使うとその後のずっと友達いつも歌の終わりが友達友達って言いっぱいれてくる何かバイオリ集中しわかるなぁ<ー>ると思って意外とかぶるとか思って <laughs> っあ,あのさのっ作詞の勉強になりますって嬉しいな <laughs> で、カムリが出てきちゃう。そう、その時も、えっと、放送してる時に、あの、書き込みで。友達が被ってないですかって、あ、そあったんですよ。あった、え偉いね。みんな、見てる人偉いと思う。すごいですよ、か、そう、思っちゃうんですよ。そう、それで。友達はやめて。なるほど。だから、空を見上げて。 えっと、これ家でやってこうって感じですね。ここで相談するまあもちょっとごめんね。みんなで作ってますからね。そう最初はね、一緒に歌ったねって書いてです。一緒に歌ったね。三番がえっと先生の笑顔を生かすと大好き友達だったけど大好き

ねねなった方がいいかもと。そうどう思うみんな。歌った、さっき歌った歌ったねうだ。歌ったねって。歌いづら待つない。これ後でこれ逆転するから。意外な展開になるか期待期待してくださいね。歌った思い出とかしたくないからさ。歌ってねなんとかななな歌って難しかったんだよね。そうですね。僕これねなんや考えてですねずっとこの大勢歯が痛いわけじゃなくてね。ああ本当だ歯が痛い。みんなでの方がより歌やすい。 みんなで歌ったがいい。みんなでってみんなでお散歩に近いもんね。みんなで。でこれって決まるかと思ったんだ。はやのさんが来て。はやのさんが映ってる。これはやのさんです。映ってるの。これはやの。サダコみたいな。感じやめてやめて。ほら、する姿書き方やめて。か、そうですけど。こっちの発言で。安い。安いもん。ごしよ。すいません。また変わった。それでいいや。 イライラブランコ、今ブランコ、あ、そないとかある。崩しちゃったりする。そう、ブランコ危ないとか、これ、そう、ブランコ危ないっていうとか。木を登っゃいけない。俺が作っても。そうそう、お迎え。でも最近プールがないところってあるし。確かに。 そそお迎えバスがあるところはバスの。で今年さ暑すぎてプールなかったりとかしたんだよね。あそうそう言ってました。そういうこともありましたね。お迎えの声の方がいいって、出る場所いいし。確か好きに書いて好き。そうみんな好きに書いてね。お絵に合わせた歌詞に書いてほしいってことなんですよね。あの思い出のアルバム形式ですね。芋う。今ホリエソクザザザンちゃうっていうね。素敵なある言葉です。あるね。

結構今までもうたくさんレコーディングされててそれを集めたアルバムなんですけど新録音っていうか今回い僕たちの曲で僕たちね皆さんと作った今日は新録音の日なんです。で新録音では「指切り」というえと僕と指切りもやるよ30年前に作った,で 30, 年作ったで30年以上前ですよ。

アレンジャーの後藤さん出た後藤さん後藤さんこちら後藤さんですギタリストたちを奥さん、松山さん松山さん松山さん、振り返って松山さん松山さん、エンジニア松山さん、僕と同じいこう歌うところ入ってきました入ってないか

ここで例えば、ギターを取って。今日はね、これ、つばの部屋です。僕の部屋でした。同時に録音できるんですよね。これ立派なスタジオ。ここは歌を取る。さすが、ケーブルコード。つばさ君と。物件紹介って言ってるから、サブ物件紹介。お知方、オタ訪問みたいな。メインを歌って。交代して、今度、僕がコーラス入れて。とかするわけなんです。すごいね。で、ここから。 見えるんです、みんなでこれ向こうからの指示をこうね受けてこれがねちょっと緊張したりするしドキドキしたりとかするんですああ見られてるみたいな何を言れてるか分かんないですよそれで向こうでねボタンを押すと何をしゃべってるか聞こえるんですけどボタンを押さないとねザワザワってしゃべってるんだけど何言ってるか分かんないんですだからねもしかしたらさ「所作ひどいよね」とか「言ってるかもしれない」とか言ってたうもう 持ってドキドキしちゃうんだよね。本当に。それがねレコーディングって。例えで僕を使うのやめてもらっていいですか。みんなで作り上げるって感じがいいです。そうですね。え僕エンジニアさんがいて、編集者がいて、プロデューサーがいて。今はなかなかこのき大きなスタジオで歌わしてもらうレコーディングって今そうですね。スタジオだからこのちょっと部屋で歌っておしまいってことが多いので、今日はこう広々。

始まりました。ああ。体操してんの、上原さん。真剣にやれよ。真剣に。卒園したらい。いろんなものと、離れちゃうかな。離れちゃうんだね。ゆらゆら、ブランコ、木登りの木。はしゃい、だプール、みんなで,んで。ゆらゆら お散歩卒園したら離れちゃうけど」「離れちゃってもずっと友達 <music> 卒園したらいろんなことを忘れちゃうかな」 忘れたくない「おはようの声ジャングルジム」「空を見上げて歌ったあの歌卒園したら忘れちゃうかな忘れたくないずっと友達 Wow! 見た、見た。お、すごい。そう、あれ、最後間違えたんじゃないんだよ。最後、感想が転調するから、ちょっと不思議な音になってる。すげえ、すげえ難しかった。いい方。え、でも、これ、すごい貴重な映像。いや、本当です。これ、僕たちも、こういうの、撮ってもらうことない。ですごい。これ、特っ映像でね、あの、P. V. みたいとか。本当だね。なかなか、こんなの、僕たちも、撮ってもらえないから。ちょっと、良かった。ちょ、気づいたのは。何。石田さん、このマイク、あんなに離れて歌ってるんです。 これ,これを舐めたい <laughs> 舐めたいとかそんな趣味ないですよ聞いたことないです私といやいや届かない感じがあって自分の声がねこういつもこの辺で歌ってた僕は恥ずかしい新澤さん<あ>すごいこんな離れてもあれ音拾うまあそうですかうんあれそうですねでも歌によってすごく近くやる時だってあるけどいやびっくりしたあそう僕にあと動くからあ 近いと、ね、あの全然動けないのだから少し遠いと動,動け<ー>すごく僕動きたいから手も動くし手がうるさいって言われたんですよ、ねで。中川さんと並んでレコーディングしたら、ね、あのこの視界に「お前の手がちらちらうるさいんだよ」って <laughs> <laughs> 手がうるさいってあの言われたからさ手がうるさいんだなか,なか ステップ踏みながらレコーディングする人いないですもんね。えー、だけどさ、ビビードにしないって歌うのって、特,特にいやなんかそれううに頼んだと思ってたから、ん新田さん見て衝撃でした。それでね、前僕さん一時あの健康のためにごめんね、マンポケをつけてる時があったの。ああ ね、それでレコーディングしてたらなんか向こうざわざわしてるわけ、はい、なんかね音がカチャッカチャッカチャッっチャてあのインテンポで聞こえるって言ってなんかこう新しいクリックなのかとかってクリックは下げましたとかどうしたんだろうとかって、ええ、おかしいなとかって言ってもう一回やってみようって僕ったらさ誰か満歩けしてるってって <laughs> あすいません僕でついてた。 まんぼケつけながらレコーディングするやつがあるかって怒られました <laughs> 怒られたことあったそれもちょっと給式でさカチャカチャカチャインテンコでステップ <laughs> そうだから動いちゃうから余計入っちゃう、うん、そうだったんですよだから普通の人はカチャお得しないんだけど僕は踊るからすごくあの <laughs> 稼いちゃってる、ね、そうだから歌だ足音がしないように靴も脱ぐしだから気をつけてたつもりだったんだけどね そうやって音が入らないように。ね、そう、だけど、まあ、だ、大概、こう、ちょっと布敷いてあったりとか。そうするんですけど、ね、そうなんですよ、ね。はい。はい、なんか。 このドキュメンタリー風の映像、貴重ですね。そう思います。嬉しい。そうなんですよ。だから、ちょっと、あのスタジオに、あの。カメラ入ると、テンション上がらない。上がりますね。上がる。誰かに見られ。てなんだろう。ね、情熱大陸みたいと思った。なんか、え密着取材みたいな感じ。嬉しくない。嬉しかったよね。ありがとうございます。もう撮っていただいてね。どんどん撮って。ありがとうございます。どんどん撮って、いいなって。思います。です。それで、なんと、今日はですね。 「えと<あ>卒園したら」と「指切り」の2曲をレコーディングしたわけなんですよ。はい、であの生でも、うん、せ,せっかくですから今日は歌うえもうちょっとそうねレコーディングやってみたいなとか,、えー、とかちょっとそのレコーディングっていうのはやっぱ面白いものなので、はい、えと翼くんもレコーディングいっぱいしてると思うんですけど、はい、翼くんまだ緊張って。 とか、緊張します。レコーディングってね、そう、緊張するんです。あれね、なん、自分の声になれない。ナーバスになるよね。なります。だから、心の葛藤ってすごくないですか。歌ってる時って。心のだから、情景を思い浮かべたり、その曲に入ろうって。して、うまくいく時もあれば。で、なんかでも、あ、ここのとこ、ピ、ちょっと、あの、音程がずれてますとか。走ってますね。速くなっちゃうよって言われると、情景が消えちゃって。そうなんです。 どうしてその時変身したね心の気がいっぱいあったんですかキングレコードの早野さんが卒が歌うでしょ歌ったりとかすると「あすごい感じが良くなりましたガー」って言ってガーが怖いんですよね。って言ってガーが怖いなんとかの音の音程がちょっととかなんとかのところはちょっと走りもすくっいですよは もっと条件が浮かぶんだうといいなって思います、うん、とか、うん、あのねそれでもね意外とねいっぱい言うからねつわさくんあんなにいっぱい言われて大丈夫なのかなって思ったりします。思ってたら<う>僕はどん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 ちちなんか心の中で。もでも途中からでも、ね、はいはい頑張ります <laughs> はいわかりました。いね、すいませんすいませんてか待たせてるわけじゃないですか。 え、そんなことないこ翼くんさ<え>あれはみんなが翼くんがいい歌を歌うことが一番なわけだから別に早く歌えよなんて思ってないから大丈夫だっていいテイクを取ることが大事でねそれなんかこう急いで工事するみたいなやつじゃないんだから。 だからくんが気持ちよく歌うことが大事って思うんだからもうすぐさすが本当にね、謙虚にねあすいませんでしたすいませんでした2人で歌ってる時に今のところ音程がすいません新澤さんがだからコーラスがって言ってんのに何でもすいません全部僕が全部僕がみたいないや、ずれてるのが僕のメインがちょっとずれてるからハーモニーもずれてんじゃないかなともっと堂々としてていいから。 そこそこベテランなんだからさいやだからねやっぱり新澤さんと一緒にレコーディングするとかキングでするとかっていうそのあとやっぱそういうのありますよ。僕翼君とさがっつりレコーディングするのちょっと初めての感じだったですよ。2人ではアルバム出してないので何かにコーラスで一緒にちょっと入ったりとか。 大勢でだったけど、こうやってスタジオで本当に二人で歌うっていうのはね、初めてだった。そうか。そうだからすごい楽しみだったし、緊張しましただからすごく。それででも新山さんが向こうのあのガラスの向こうで、うん、あの指切りの時にこう歌ってくれてて、うん、それ見たらあ楽になったんです。あ、そうなんだ。<あ>じゃそうやって楽にちょっとドエドエ急に違う。 そうなんだそう僕やっぱ聴きながらも踊ったりとかする哲札君踊らないなと思ったもん踊らないですよお地蔵さんが歌ってると思ったよ新澤さんが動きすぎなんじゃないのかなそうなんだね僕いろんな人のレコーディング風景見ましたけど増田裕子さんとケロちゃんとかねケロポんとか誰一人あんなに動いてる人いなかったあそうかもね でもこうやって楽しんで歌っていいんだっていうのは思いましたすごくそうそうだって楽しいんだよってだって歌うのは楽しいっていうのは基本的に伝わらなくちゃいけないって思ってるから山野さんも山野さとこさんもすっごい楽しそうに歌うじゃないですかレコーディング楽しそうに歌うそういうことあるよねだからレコーディングは楽しいってところもあって楽しいって思う気持ちがいっぱい出るのがいいなって 思って、で、やっぱり。そう。そう。いや、そうですよね。だからあの、そこね。コメント、パって、目に見、見ちゃって。あ。翼さん。謙虚すぎます。すいません。素敵。また、すいませんって言っちゃったいいよね。そうなんですよ。あ、それでね。椎田さん、今日は。いつもより輝いてる。あ、本当。な、なんでだろう。テカってるって。そういうことじゃなくて。そっちのテカりじゃないと思います。あの厳しい。それ言われたら。厳しい。そう。それで。今回、その。二人で。 レコーディングしたんですけど、うん、指切りという歌を歌いました指切りという歌は実は30年以上前に作っていて<れ>一番最初はクレヨンハウスで、はい、国歌一さんがアレンジをしていて、うん、中川博孝さんが歌っています、うん、であとはまあもちろんいろんな合唱団を歌うとかいろんなバージョンあったんだけど今回鈴木翼くんがカバーしたわけですねそれで、ね、新しいアレンジにしましょうってことになって、えー、それでえっと後藤さんがアレンジをしてくれましたはい そのアレンジを聞いて佐佐君は、えー、っとちょっと歌いにくいんですけどと言ってねこうずいぶん僕はああ、えー、斬新って思ってラテンのリズムっていう感じで,であの一応こう明るい感じ、子どもたちが歌う、うん、明るい感じのレコードンにしましょう。 って言ったら、うん、ごあのごとさんがすっごい本,当本当に明るいのっていうすごい明るいっていう感じにしてくれたんですよ。いいで,、ね、で,でそれをつくんが指切りって言ったらその作曲の中ではもうちょっと、ね、ビートがロックの要素っていうかちょっとあるじゃないですか。うん、中間さんはフォ,フォークロックな感じだったので、その要素が少し、うん、あの違ったんですよね。うん、それでそ<う>やっぱリズムがある感じの方がビートが入った方が僕は その曲はいいなってね、作り直させたんだよ。それでね、それでねラテンのラテンの音ラテンの音とかをちょっとやめましょうってことになって、少しそう薄めてもらったらね。 今度後藤さんはラテンさはなくなってシティポップスの感じでこう16ビートの感じなったんだよねでも,でもちょっとそれは,それは陽気なラテンの,かあの少しポストっていうかうで僕もこれなかなか難しいかもって思ったら、うん、あの佐々くんが「えー、一回直してもらったけど、うん、やっぱり僕は」ってなんかすごく困った悲しそうな顔になってねそうだからそれでもう一回五郎さんにお願いをして。 お父さんがとても快くちゃんとまた翼君が歌いやすいように直してくれて僕のそ<う>申し訳ないあれだって今すごくうちのアレンジも完成度高かったからすすごごいかった,かったで,、ね、でも僕は結果的に良かったと思います、はい、翼君が歌いやすい感じになったし。 んか翼くんの自分の歌っていう感じになったと思うのでちょっとあれと知ってもらいたいしたくさんこれでなんかこの「さまるごと卒園式」のアルバムを買って<ー>まあそれでなんか子供たちに教えてほしいな伝えてほしいなみたいな。嬉しいですよやっぱりね、うん、つ翼くんがねあのとてもコードでいいアレンジだったけれども翼くんらしくなかったかもしれないのあれで歌ったらもしかしたら。なるほど やっぱえっと翼くんの持ち味みたいなものは自分の歌って思える感じにこう結果的には後藤さんがそうしてくれたからよかったって思いました。いっぱい歌いたいなと思ってコンサートとかでもさあでもなんか聞かせてって意見がちょっとしゃべ聞かせてみたいな感じで。はいじゃあえっと歌っちゃおうかちょっと今日はね今日今日歌はね録音したのよ録音してたが CD になるわけなんですがあのその今日はそれをカラオケ カラオケでそうですねカラオケで聞いてもらっちゃおうかなってできたばっかり生で歌うから歌は下手かもしれないけどそれは僕がそれ僕の問題ですねそれは緩やかな意味で聞いていただけましてソファーに座って歌うというですねまた斬新な斬新なね音楽番組的なんだろうあんまりでもソファーで歌う歌番組ってない聞いたことないですねねそう あの椅子に腰掛けてこう、ね、ひんソファーみたいな、いいじゃない、ソファー、ソファーで歌おうみたいな番組作ってもいいかもね。<laughs> シーズン2はどうなのかな。ソファーで歌おう。あうさあ、ということで、じゃあ、指切りを。皆さん、ご期待の、一体、じゃあ、はい、そのいろいろ。こう、紆余曲折あって、どんなオケになったのかということもですね。はい、注目して、聞いていただこうと思います。はい、鈴木翼が心を込めて歌います。<laughs> 変<化>指切り。 「このままずっと優しい気持ちでいられる」 ちくに寝転びながら白い雲を見上げていた時々喧嘩をするけれど時々嫌いにな だからねきっと友達だからねこれは約束だからね君と僕の指切りこのまま風に吹かれ 「空も飛べるよ」 だからねこれは約束だからね君と僕の指切り爽やか<ー>翼くんかっこいい <laughs> 未来が発生未来開ける感じ だからね、きっと友達だからね、これは約束だからね、君と僕の指。

いや良かった良かったです本当はねいっぱい石田さんとねメロカルダ欲しかったですけどいいんですよ指切りはそう指切りは僕でもノリノリな曲でしたねとかそうなんです取り直ししないよここれなんだろうなこの爽やかな感じこの後藤さんのアレンジ素敵ですよねでねあの指切りはこう切ない部分もあったりとかするのなんていうのだって 喧嘩したりとか嫌いだったりとかするけどで,、ねうん、でも友達でいようねみたいなっていうようなニュアンスをこうジメジメ歌うのではなくなんかこうちょっともう風がこう吹いてる感じそうそうこれこれも本当にこの間野原のぐんぐんもそうですけど新座、うん、さんの詩でこう風とか匂いを感じる感じありますよね草の匂いがですか、うん、草の匂いとい特にこの歌ってのあのえっ、ー、とそう草原にこう ね、一緒に寝転んだりとか、うん、でここに花があったりとか、はい、で風が吹いてて雲が見えててっていうような歌なのでだそういう,こう爽やかさとかこう素朴な感じとかがこう。うん なんかでまっすぐな感じとか少年のような感じとか翼くんとてもなんか合ってたと思ういやいやありがとうございますいい感じだったとこの歌本当に好きであの嬉しい幸せでした本当に CD でも聞いてくださいぜひぜひ聞いてください CD は12月の5日発売12月5日バージョンじゃないですか5日はい発売でございますそれではその問題の卒園したら今度歌いたいと思いますはい。 卒園したらですよしたらはねかな,あのなかなかまた後藤さんが力を入れたアレンジでえっと,店長交え、えー、っとそれから無茶ゃぶりもあり実はですねあのレコーディングでは僕本当にコーラスで,ラでコ,コ,コ,コーラスであの「

なんですか教会にいるみたいですよね。あそうなんかな謎でしょ卒園したらの歌の中で、ええ、教会音楽みたいなところがえどこってみんな思うかもしれないけど <laughs> そういうところが、ね、あるんですよ。うんうん、お楽しみに。じゃその、えっと、ちょっとこれ、えっと、生レコーディングではもう本当に分解してレコーディングしたりとかしたんですけどちょっと。 あの頑張って2人で生でここで歌ってみたいなと思いますよ。ここ,ここでねカラオケで、はい、でもねカラオケでみんなも歌えるとは思うんです、うん、練習したら。そうであれですよね新澤さんカラオケで入ってる特徴としてはこの「ゆらゆらブランコ」とか「 木登りとかその言葉を円のあそうそう状況に言葉はねもう本当先言ってましたけど変えてほしいと思います円の事情とかあると思うしそのその円の特徴とかそのクラスの特徴とかがあると思うのでそうやって現場でね歌われる歌になっていくと嬉しいですねそうなったらいいなで僕その澤田くんの曲がすごく気に入っててなんかねヘビーローテーションでねこの歌出てくるんだけどえ嬉しいそう なんかとても好きですよ。いい歌ができてよかったねって思って皆さんのおかげですもんね。でこれでなんかこう「卒園したら」でシーズンワンが終了っていうのがすごくあの一つの締めになってると思います。じゃまずは一回歌ってでツーの話をちょっとしてはい。じゃそれではじゃあ新しい歌の「卒園したら」を聞いてもらおうと思います。はい。じゃ卒したら 卒園したらいろんなものと離れちゃうかな離れちゃうよね」「ゆらゆらブランコ木のぼりの木はしゃいだプールみんなでお散歩卒園したら離れちゃうけど」 離れちゃってもずっと友達卒園したらいろんなことを忘れちゃうかな忘れたくない」「おはよう」 の声ジャングルジム空を見上げて歌ったあの歌卒園したら忘れちゃうかな忘れたくないずっと友達 出演したらいろんなものと離れちゃうかな離れちゃうんだね繋いだ手取って通った道先生の笑顔大好きみんな卒戦したら離れちゃう 卒園したら忘れちゃうかな忘れちゃって すすごごいい間間違違ええた。えた。二人して間違えた <laughs> もうだってもう一回やりたいくらいだってさ忘れちゃうかな忘れちゃってもずっとと忘れたら友達じゃないし忘れちゃうからない忘れたくないですよね。忘れちゃってもずっと友達ゃ忘れちゃってゃっもずと友達じゃないよ。忘れたくないずっと友達だ。 <laughs> ダメだーびっくりしたー間違えたもういろんな事故があったねいろんな事故あったよいろんな事故があったけど正解は CD を買えば CD で聞けるえ <laughs> みんなさ<の>えーっと CD を買っていただければ正解が分かるということ、ね、そうそうあそこ分かった共教音楽のとこ分かったから分かったから<ー>3番の三番の頭のところが本当は CD で言えばつばさのソロで後ろで僕が「ふーふう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 」って歌ってるから。 ね、CD でチェック,ェックしましょう,こうすごいね最終回全然閉まらないって放送事故って言われてる <laughs> <laughs> 買う買うあっ西珊さんがほらあの<で>さっきあのえっとえ ゆゆららブランコ言った方ですね他にこう「私言いました」とかみんな言ってくれたら言ってくれたらそうだよってだけだけどね何の何のプレゼントもないけどそうでもそれでじゃシーズン1はこの「卒園したら」ができたっていうことで一つのまとめになってると思います。 それでシーズンワン今日が最終回、はい、皆さん一応さよならって感じなんですよ。そうなんです、ね。頑張りましたね。あシャイヤプールミーさんだったんだ。あそうだったんだ。ええそうそう<え>本当に最終回。終回そうシーズン1ワンが最終回。はい、さあそれでつまりあのー。 シーズン2が始まるということですね。じゃあシーズン2はいつからなのかなって言ったらはい12月からです。そう2ヶ月そう10ヶ月11月は休みます。ね12月からシーズン2が始まりますからシーズン2じゃない一応2が始まりますよ。シーズン2はまたこう新しい相棒みたいあ相棒みたいな感じいいねそうですね。 水谷豊かででですすみたいいいな感じでいいですねでシーズン2はですね、えー、とどうしようかってもうなかなかね,ね話が紛糾してるんですがうん、うん、やっぱいろいろ変えていきたいといろいろねそ<う>まあこの主張もどんどんもっとこう増やしていく,<う>行くためにはどうしたらいいのかってみんなにもこうどんどん参加してほしいしどうしたらいいだろうって言ってて今僕たちがちょっと考えているのは、はい、やっぱこう遊び歌とかうん、うん、歌を作ることのこう。 面白さっていうか難しさっていうか、うん、いろんなことを僕たちがこう分析解き明かしていけたらいいなと思ってるんですよ。で何を最初しようかって言ってるかというと。 遊びをリバイバルするっていうリメイクリサイクルなんだろうね再生させてい生していうと僕たちいっぱい歌を作ってて意外と CD になってないものとか遊びとかでもあるんですねでそれはんで埋もれちゃったかなとかってって埋もれてるやつってでも埋もれてるだけの理由があったりするわけでねそうの客観的に見てみるとそうそいそうそうそうってなったら再生していくかもしれない完全に自分たちのこう c 仕事に結びつけるこの感じ素晴らしいと思うんですけど、はい、でもそれでねやっぱこう2人で 2>、はい、そのこう話し合ったりみんなとのこう知恵をもらったりとかしながらするとやっぱあ遊び歌ってこういうことが大事なんだねとかうん、うん、いろんなものがこう見えてくると思うんですよ、ね。であとこう,こういうバリエーションだともっと遊べるんじゃないとか、ね、現場の先生たちでこう見てるねうみんなのね。 アイデア会議みたいなことがしたいなと思ってて、それでそのなんかこう埋もれていたえっとアスビュータと歌をこう再生させるからアスビュータドクターとかでねえてたんだけどね。だもしかしたらあの二人でこう白衣着てやるかもしれないから。これがこの症状はですね。この症状このメロディーが歌いずらいですねとあそうですね。 なぜなぜか一回やってみて聞いてもらえばいいんですよね。先生たちにこういうのができました。あとなんで思えてるんでしょう。遊びに行くまでの展開が長すぎるとかあったするわけよ。歌詞がちょっと長いとかね。そうそう。詐までが。歌詞長ショウ工群とか。歌詞長ショウ群。あっ太極は歌詞長ショウ群。そうそうそう。何回メロディ症候群があったとかするの。歌いにくいショウ歌ってる人は気持ちいいけどショウ工みたいなありますよね。みんな覚えられなかったりとかさあるじゃない。 テーマブレーションやったりとかするのうん、うん、頭で入った遊びがこう後半また変わっちゃったりとかさあのこれは分けた方がいいよとかあったりとかする <laughs> そういうのとかえあなるほどそういうふうに見ると遊び方とかもこう見えてくんだなってことを皆さんにも伝えていきたいとそれでさらにですですから例えばみんな自分でね園で作って子供とやってるけどいまいち盛り上がるんだろうみたいなことがあったら私たちドクターが。 楽しい遊び他にしてみせましょう。そうだからこの手遊び<う>あのちょっと子供がびっくりしちゃってとか<う>あ<ー>あなるほ笑わなかったんですけどとか。そうそう あの言ってね、あ、こういうバリエーションしたら盛り上がるよとか、そうそう言えるかもしれない。そういうこととかができたらいいなって思って、まあこれが一体こう実験的にどうなるかはねわからないんですけど、わかんない。シーズン2は2回でおしまいとかあるから、いやいやだ、それやだわかんない。やめてください。いやまたか、こうまたこういろいろチェンジした方がいいって言われちゃうかもしれないけど、だけど一回そういうことやってみたいねと。そういうですね、はい。 でしょ。そうそれでなんかあのドクターだからあの全然違うお悩み相談とかもあったらあったでそれなりに答えたり、答える保育の意外とそっちのコーナーが膨らむかもしれない。も試行錯誤丸出しですけど、みんなで作っていく。そうなんですよ。だってみんなの反応三十回やってきたい。みんなの反応でできてるから、そうですね。みんなの反応がしんってしちゃったらさ、だかそれコーナー盛り上がらないから。そう。あとねなんかこういろいろみんなあそう。 オリジナルのアスリュタでもいいのってそうなんです。あなたが考えたオリジナルのアスリュタがね、いまいち自信がないものとか。を僕たちが見事に変身させてみせましょう。言い過ぎ?。言い過ぎ?。て言い過ぎてます。大丈夫ですか?。大丈夫から。すごい。安請。はい。何?。大丈夫。ちょっと新田さんいいですか?。どうぞ。大輔さんがずっとね。 えっと、あの、インスタでメッセージありがとうございましたっつって。あ、インスタグラムとか。そうなんっすね。ありがとはい、はい、はい。いろんなメディアと連動していきながら、やっていきたいなと。思ってますよ。私オリジナルの手遊びノートがあるんですか。曲つけていただきたいです。ちょっと、それは、あの、送ってみてくださいね。あ、じゃ、これでは、投稿は難しいから、実は送ってくるのかしら。キングレコードに。 スクイックポストってのがあるところにスクイックポストとてところにまずいろいろリメイクしつつそういうのにも答えたり遊び歌ドクターをもしかしたら「あこれはフチの病で治せません」とかあるかもしれないわわかかんんなないいよけどさそういうことだってありますだって僕たちには力が及ばないってこともあるかもしれない。 だけどそういうことが分かることも大事なことだから、あこういうのは難しいんだ僕たちでもっていうこともした僕たちも勉強になるからいいと思ってるんです。はいそういうので、はいぜひこういうにやってもよろしくお願いたいと思いますよろしくお願いしますよろしくシーズン2の始まりですね12月の13日の木曜日。 九時からです。あ刻んできた。いや、刻んできた。みんな、みんなの希望を聞いて、はい、翼んには泣いてもらって。九時からに、シーズン2の最初は九時からにいたしました。やったー、はい。そう、だから、こう、翼君は終わってから食事はしないで、まっすぐ帰るって感じだなって思うけれども。ね、それでも、今回譲ってくれました。わかんない。はい。 シーズン2はこだんだんその時1分ずつこう…あ、時1分、ちょっ時2分あの、8時59分とかだんだんそうなっていくかもしれない間に合わなかったですしんさんみたいなそうだねまあでも9時でもまあ、あの、頑張ろうねはい、はい先に食べちゃうとかね、ご飯ああ、そうなるかもねそうなるかもしれない、4時食べようえっと何か連絡とかありますあ、連絡ですね近況とかえっとですね、今ね、あのお父さんと一緒っていう番組をはいあの手伝ってるんですけど、今ちょうど、あの たいせい君とお兄さんのテーマソングを中川ひろたかさんと作らせてもらって。どっちやっての首都曲僕はですね。ええ、覚え曲です。曲。今、なに、これ、なんでそ空見たの曲なんだね。中川さんが詩を書いて。そうなんですよ。いつか曲を書いたら、詩が多いから。最近中川さんと。僕、曲を書かしてもらうこと多い。でも、僕、やっぱり、著作の曲ってイメージもあるけど。ね、いや、そう。曲書いてもらってるから。ね。 はい、あ、それは楽しみですね。<あ>お父さんと一緒、お父さんと一緒です。て日曜日の朝。君は僕の友達っていう。はい。はい、で、そうだ。翼くんとはですね、11月は中川さんと翼くんと僕の3人で,3人でコンサートがあるんだよね。やった。 すごい熊本ですよ全国で熊本でしかやらないんだけどねそういうことあったりするよねはいお近くの熊本熊本の方はね九州全般の方でよかったらねそれから僕真空管のライブいつもね日にちが分かんなくて告知できちゃうんですけど11月の25日アップになりますはい。 二十五日それから十二月の八日それから一月来年の一月十四日とも決まってますのでもしよかったら下北沢でライブしておりますのでいいですよ来てねであのまたアルバムできたりとかしてね本当でレパートリー増えたらまた一緒にやりましょうあ花の木村でそうさんやるじゃないですかえっと十二月だ十二月の第二週だったかな分かんなくなっちゃったあの 愛知県、安城、安城の。原貫村っていう絵本屋さんで、二人で。ライブやりますよ。もしよかったら、お近くの方、ツイッターとかで。そうですね。告知します。はい。えっと、で、これからは、翼くんとの。十二月二十三日。兄。違いますね。十三日じゃないな。そうだね。もっと早い、もっと早いですね。えっと、翼くんとは、これからもですね。いろいろと、また、ライブしたいなって。思ってるよ。はい。はい。ね。嬉しい。嬉しいです。 何 <laughs> か2人でこうハモったりできる方が増やしていきたいなって思ってるのでだからえーとシーズン2でもですね新曲をどんどん作っていきたいとも思っています目指すアルバム2人のアルバム、はいね、いいものができれば早さんもそうですねあ12月15日ですね花木きそう12月15日に花の木村ですライブやりますから皆さん来てください,さい、はい、じゃああのシーズン1はこれで おし,おしまいです。じゃあ、皆さん1ヶ月後はいシーズン2で 2> お会いしましょう。会いましょう。どうもありがとう。ありが